柔らかい月の下で。こんばんは、ムームーンのゆかです。こんばんは、ムームーンのまさきです。ムームーンの柔らかい月の下で、今夜もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先週ですね、ムームーンは1年に1度の特別なライブ、フルムーンライブスペシャル2014中秋の名月を、今年も無事開催することができました。はい、来てくださった皆さん本当にありがとうございます。遠くから応援してくれた皆さんも、はい、ありがとうございました。はい、本当に中野サンプラザ、東京中野サンプラザで行ったこのライブですが、はい、また今年もとても思い出深いものになりました。皆さんにとっても、うん、こう楽しい一日に、感じてくれてたらとても嬉しく思います。はい、はい、ということで今夜は中秋の名月のライブの、報告をしていきますね。はい、ではまず1曲です。この曲は中秋の名月で1曲目に演奏した楽曲、聴いてください。ムームーンでサンライズ。愛知県から来ました、ケイと言います。もうサマータイムでやられました。いつもムームーンの音楽本当に、救われて、いつも大切な音楽です。これからもずっと応援していきます。埼玉県から来ました、ラジオネームカノです。愛の音からシンデレラの流れでもうすごいキュンキュンしてました。和歌山から来ましたバターです。ジュエルからの盛り上がりがすごくって、もうメガネ吹き飛ぶぐらい飛んじゃいました。イエーイ。三重県から来ましたしおりんです。ミルユーからの愛の音の流れでもう本当にめっちゃ泣いてしまって、もうなんかいろんなこと思い出して今の状況と照らし合わせてすごい泣いちゃいました。今日も満月ですごい綺麗で、もう本当にいろいろ込み上げちゃってきますけど本当に楽しかったです。兵庫県の今日です。中秋ライブ本当に最高でした。個人的にはハレルヤ、感情が込み上げられた一番印象でした。ムーム大好き。長野県から来ました、ラジオネームひとみです。今日のライブすごい楽しみにしててすごい感動しました。私もゆかさんとまさきさんみたいにもっともっと頑張りたいなとすごい元気いただきました。千葉県のラジオネームみーちです。とシンデレラがまさか聞けるとは思わなくて、もう一気に鳥肌がバーって立ってきて、もう嬉しかったです。大阪から来ました、ラジオネーム良生です。今日はエメラルドの丘でもう思いっきり飛び跳ねて叫びまくりました。めちゃくちゃ楽しかったです。千葉県から来ました、ラジオネームもつきです。と今日はサンライズから始まって最後群内でしまって、やっぱり2人のことすごい好きです。今日はありがとうございました。ラジオネームみずです。愛の音とかシンデレラとか聞けてふわーってなったよね。で、ラジオネームなおです。泣かないつもりでいたんですけど、もうなんか途中からすごい世界に入り込んじゃって気がついたら泣いてました。愛知県から来ましたくるみんです。と今日はすごく良くて、全部の曲が良くて、全部は一つに決めれませんでした。もう本当好きです。楽しかったです。埼玉から来ました、ラジオネームそらふねと申します。今日のライブ、ずっと楽しみにしてました。特に I Say You Say I Love You がもう本当にすごく、泣けたし、最後の美しい人なんかもう涙が止まらないぐらい感動しました。ありがとうございました。わあ、すごい、みんなメッセージありがとうございます。すごいね、たくさんしかも撮ってくれたんですね。ありがとうございます。本番終わった後にいや普通にこれあのディレクターの庄司さんが来てくれてて、山月のディレクター庄司さん2回言ってた。いやすごい来てくれて嬉しいなと思ってたんですけど、まさかコメント撮ってくれてコメント撮ってくれたって、ね、と思わなくて、ちょっと感動してやばいですね。いやそれぞれいろんな思いを伝えてくれて嬉しいね。しかも、うん、曲がみんな違うんだね。それこれが良かったって言ってくれたのが結構違うね。本当だね。
すごいなんかちょうどガヤガヤしてる会場の音とかも聞こえてきて、終わってすぐって感じだもんね、うん、すごいフレッシュな感じ、うん、ありがとうございます。なかなかこうね、生の声終わった後に聞けないから ね、うん、そうそう、まあこんな感じのライブだったんだよっていうのがこのみんなのコメントからも、あの来れなかったみんなにも伝わるじゃないでしょうか。そうですね、ありがとうございます。皆さんありがとう、すごく嬉しいです。お送りした曲はムームーンのサンライズでしたけれども、この曲から、このサンライズという曲をまさきくんと私2人だけで、演奏するというところからライブが始まりました。はい、はい、来てくれた方からメールもたくさん届いてますので読んでいきます。はい、はい、ラジオネームヨネさん、最初のサンライズからしびれました。前半で魂抜かれるかと思いましたよ。ムームーンの空気に包まれたあの空間にいられて幸せでした。ありがとうございます。ラジオネームカラフル、星空を背景に2人が満月の上に浮かび上がって歌ってくれた緑の道、感動しました。これだね。コーラスも素敵でした。たまに寂しさを感じてしまったり生きるのが嫌になったりもしてしまいますが、2人の歌を聴くとそういう自分もいていいんだ、弱い自分も大切にしていいんだと思います。そんな生きている自分を感じて生きていきたいと思います。ありがとうございます。今回のライブはまたツアーとも違って、うん、あの年に一度の本当いつもの中秋の名月って、なんかあのこうアルバムでやりたいライブをこう追求していくライブとはまた違って、なんかムームーンの満月の夜のライブっていう感じがして、なんかちょっと特別なんだよね。そうだね、特別な高まりがあります。1日だけのライブで、そのためにいろいろ準備をして、で、まあ、ムームーンにとってはお正月みたいな感じなんで、そうそうそう、いろんなことに挑戦したりとか、まあ、今回は半分ぐらいはゆったり聞いてもらいたいなという部分があって、そうだね、結構みんな普通に座ってみんな聞いてる、聞いてくれるみたいなライブに今回はなってたんですけど、うん、まあライブで中秋の名月ではもうこの曲もこの曲もこの曲ももうやろうみたいな、例えばシンデレラっていう曲とか、ペインっていう曲とか、あと愛の音っていう曲とか、割とこうキュンキュンしてゆっくりするゆっくりした曲というか、普通の5曲6曲ぐらいのライブだとなかなか入ってこない、セットリストの中には入ってこれない曲だったりするんですけど、中秋の名月はすごく特別だから、そういう曲もなんか丁寧にみんながゆっくり聴いてくれると嬉しいなっていう感じでセットリストにも入ってくる、うん、はい、結構ムームにとっても大事だし、ファンのみんなも結構聴いてくれて、あ、この曲やってくれたんだ嬉しいですって言ってくれた人が多かったので、すごい嬉しいなと思うんですけど、まあこの全貌はちょっとあまり伝わりきらないかもしれないんだけど、映像も残してるので今回来れなかった人も見てもらえるようになると思いますので、楽しみにしててほしいですね。はい、はい、ラジオネームマーメイドタバンさん、6人編成のライブにすごく浸ってしまいました。一度は生演奏できたかったシンデレラを聴くことができて感動しました。キーボードの旋律が響き渡り、ゆかさんのボーカルを聴いた瞬間鳥肌が立ちました。ありがとうございます。ありがとう。そう、今回はムームは2人組ですが、4人の素敵なサポートメンバーのみんなのおかげで本当にさらに素敵なものになったんですよ、うん、はい、続いてはラジオネーム葵、最近恋も夢もダメダメで気落ちしていたんですけれど、ムームーンの生の音を聞いてまだまだ頑張ってみようっていう気持ちになれました。ありがとう。ありがとう。はい、ラジオネームひなさん、初ライブでしたがすごい楽しかったです。私がムームーンを好きになったきっかけの曲ペインを生の音で浴びれて涙が出ました。ありがとうございます。ラジオネームかなこ、歌声音光振動を受けて頭から気持ちよくなる物質がブワーッと出てきて全身に流れていくものも体感したし、一緒に歌ったりジャンプしたり
手拍子をしてホールいっぱいになった愛を感じられたのも本当に幸せでした。ありがとう。韓国のファンです。フルムーンライブ中秋の名月に行くために初めて東京に行ってきました。本当に最高でした。可愛いグッズたちも買いました。次のライブにも行きます。ありがとうございます。みんなメッセージどうもありがとう。